どうも、お疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はね、苦しい道を歩けるかというテーマで、ナミさんから動画の方を送られてきました。な、え、ん、ー、で苦しい道になるのかっていうと、自分なりに希望とか欲望があるからですよね。何かを掴みたいとか、どこかへ行きたいとか、誰々人に会いたいとか、何かしか人っていうのは希望や欲望を持ってます。それを叶えようとすると、やりたくもないこともやらなくちゃいけないんですよね。うん、確かにそういう面ありますよね。 まあ好きな女の子と付き合いたいって言ってもね、やっぱりいろいろと、いろいろと問題はあります。わがままに付き合わないといけないとかね、まあ、出費が多くなるとかね、そのために時間がかかるとか、うん、でもそういうのを乗り越えて、やっと喜びや幸せってのがあるのかなと思うんですよ。何もせずに向こうからね、 喜びや幸せが飛び込んでくるっていうのは生まれながらの御曹司でもない限りなかなかないと思うんですよね私たちは普通の人ですから何か喜びを得るためには一つの何かね対価を差し出すってことはセットになってると考えた方が答えは単純かもしれませんさあその中で、ね、人はいろんな事情を抱えてるんですけども言ってみればいろんんんな事情のの塊それが人間の人間生ってもんだと思うんですよそのいろんな事情や条件をクリアしようと思うと一番簡単なのがお金で買い取るってことですよね いろんな問題があってもお金によって解決することっていうのは一番早いですというのが自分が片付けないといけない問題をお金を払えば代行で片付けてくれる人がいるからなんですよ、まあ、それはね部屋の片付けも片付け代行っていうのはおりますけども会社を辞めたいなと思ってもその会社を辞めるためのねなんか退職代行っていうのも最近あるらしいですよ会社を辞めるとか言いにくい人のためにお金を受け取って退職のための手続きをしてくださる会社ですよね まあそれからガードマンっていうのもね言ってみれば自分で、えー、安全対策をしなければならないところを他の人にねガードマンっていう専門家に任せるっていうことですよねアルソックとかセコムとかねまさに自分の家の警備を他者にお願いするわけですよ本来なら知らない人がやってきて自分の家のね物をねこう盗んだりとかするのを警戒するのに担任に対して信頼感を抱いてお金払うから守ってねって、まあ、いわゆる用心棒を雇うってことですよねさあ私たちの人生の用心棒はどんなものがあるでしょうか 私はものすごく強い用心棒。お金を稼ぐ力っていうのをね、身につければどうかなと思います。自分がお金を稼ぐ力を身につけていれば、どんな困った時でもその用心棒がぬっと出てきてね、お金を稼いで解決してくれるんですよ。正確に言うとお金で何でも解決できるわけではありませんけども、でもお金でほとんどのことが片付くというのも現実なんですよ。だからね、お金が全てじゃないっていう人に申し上げたいんですけども、お金が全てじゃないからこそ、お金で片付けられることは早く片付けましょうと。 その上でお金じゃ片付かないことという人生最大の難問にトライしていけばいいんじゃないかなってことですお金で問題解決できないことっていうのは確かにありますよでもそれをやろうと思ってもお金があれば片付くことっていうのが邪魔をしてね本題に取り組めないことってあるわけですよだからお金で片付くことっていうのはもうね早めにクリアしていった方がいいんじゃないかなというところでございますいずれにしましても私たちの人生が辛く苦しいものになるのかそれとも楽しくて豊かなものになるのかそれはね お金がが稼げるるるかか、かかかどうかこの力があるかないいにも大きくく分かれてくるんだと思います。はい、昨日聞いたところになるんですけども実はね私の知っている方で76歳の方がいらっしゃるんですよ、えー、息子さんとお二人暮らしだそうですでこの方1,000円もあるないが苦しいらしいんですよというのが共通の知人が入院してね退院したんですよ退院見舞いに1,000円ぐらいでいいからお弁当持ち寄ってお祝いしないって言ったら ごめんなさいね。1000円も苦しいのっていうふうに言われてたんですよ。76歳で1000円出すが出さないが苦しいっていうと、もう今後、金銭的にどうにかなる見込みがないってことなんですよね、うん。その人の人生がめちゃくちゃだったとも思いませんし、あらぬ贅沢をしたということもないんですけども、真面目にきっちり生きていても、70を過ぎてね、お金がないってい現実は、一定の割合で訪れるんですよ。だからそんな時でも、お金を稼ぐスキルがあれば、 なんとかね突破していくことはできるんだろうなと思いましたけどもさすがに70過ぎてお金を稼ぐ方法ね、まあ、私に相談していただければ FX71 から始めてね年間で200万円稼いでる人も私は作り出してますんでない話ではないんですけども、うん、まあどっかパートで雇ってもらえるわけでもないし苦しいですよね、うんまあ、そういう未来が来るのかどうか40代50代の皆さん 今ならまだ十分打つ手はあります。将来に先送りするとどうにもならない年代が来ちゃいますからね。ご用心でございます。それでは、いってらっしゃい。